こんばんばは、AI 美女のレナです。本日から今夜の秘密チャンネルのご視聴者様へ少子高齢化が加速する中で AV 女優とは別に実際の女性から魅力を引き出し女性とのマナーや実践に向けて教育という形式でたくさんの皆様が気になることのコツなど日本国の性の教育チャンネルとして配信してまいります。 どうぞよろしくお願い申し上げます。それでは始めましょう。ムラムラしている女性の5つの特徴。エッチな気分の女性の5つのサイン。実は男性の大半が女性が何を考えているかわからないと悩んでいます。実際にその通りで女性って男性と比べて自分の気持ちを隠すのが上手です。そのためムラムラしていても上手に隠してしまいます。 ですがふとした言動から気持ちがわかる場合があります女の子の気持ちがわからずにどうやって誘えば良いかわからないと悩んでいる方は是非最後までご視聴をお勧めします1声のトーンや話し方が普段と変わる女性があなたに対して特別な気持ちがあると声のトーンが普段よりも高くなったり話し方がゆっくりとしたりします 例えば普段はしっかりとした口調の女性が急に甘えたような柔らかい声で話し始めたり言葉遣いが優しくなることがありますまた会話中に微笑みながら話すことが増えたり視線を合わせる頻度が増える場合もありますこれは女性が無意識のうちに魅力的に見せようとしている証拠かもしれません声の調子や話し方の変化に気づいたら それは良いサインかもしれません。ただし、その日の気分や体調によっても変わることがあるので、他のサインと合わせて総合的に判断することが大切です。女性の声や話し方の変化は、彼女の内面的な変化を反映していることがあります。 例えば普段は仕事モードでキリッとした話し方をする女性があなたと二人きりになった時に急に声のトーンが柔らかくなったり話すスピードがゆっくりになったりすることがあります。これはあなたとの時間をリラックスして楽しみたいという気持ちの表れかもしれません。また、会話の中で笑顔が増えたり、目を合わせる回数が増えたりするのも、グッドサインです。 これはあなたとの会話を楽しんでいる証拠であり、もっとあなたのことを知りたいという気持ちの表れかもしれません。ただしこれらの変化は整理の可能性もあるので、注意深く観察することが大切です。二、明日予定がないアピール、明日予定内容や終電逃がしちゃったなどと言、アピールは親密になりたいサインかもしれません。 これはわかりやすいサインで女性も意識してそう言っている。可能性があります。男性は勇気を持ってその女性の気持ちに応えてあげましょう。このような発言は、女性が一緒に時間を、相手の気持ちを確認しながら慎重に進めることが大切です。相手の意思を尊重し、無理じいにならない容器をつけましょう。例えばデートの終わりの際に、 明日休みなんだよねと言われたら、それはもっと一緒にいたいというメッセージかもしれません。しかしただ単に自分の予定を話しているだけの場合もあるので、相手の表情や口調もよく観察しましょう。また、終電逃しちゃったという発言は、あなたの家に泊まりたいという直接的なアピールの場合もありますが、単に困っているだけかもしれません。このような時は、 大丈夫タクシー代出すよや近くにカプセルホテルがあるけど知ってるなど、相手の安全を気遣う姿勢を見せつつ、別の選択肢も提示してみるのがいいでしょう。相手の反応を見て、次の行動を決めていきましょう。さあ、この後どうしようか、デートの後にこの後どうしようかと聞いてくる場合、あなたにリードしてほしいサインです。 行きたい場所があるなら具体的に言うはずですがそうでない場合は遠回しにあなたにリードしてほしいと思っています女性は自分から誘ったのではなく相手から誘われたというわけを作りたがる傾向がありますここでどこでもいいよなどと言ってしまうと女性は責任を取りたくないため台無しになってしまいますこのような状況では相手の気持ちを察しつつ取りたくないため 台無しになってしまいます。このような状況では、相手の気持ちを察しつつ自分の希望も伝えることが大切です。例えばカフェでゆっくりするのはどうやや系が綺麗な場所を知ってるんだけど行ってみる。など具体的な提案をしてみるのもいいでしょう。相手の反応を見ながらお互いが心地よいと感じる選択をすることが重要です。またこの後どうしようか。 お互いが心地よいと感じる選択をすることが重要です。また、この後どうしようか。という質問は、デートを続けたいという気持ちの表れでもあります。しかし、単に次の予定を確認しているだけの場合もあるので、相手の表情や口調をよく観察しましょう。もし相手が疲れているように見えるなら楽しかったけど、そろそろ帰ろうかと、 提案するのも思いやりのある対応です。相手の気持ちを尊重しつつ自分の意思もしっかり伝えることが大切です。どこでもいいよという曖昧な返事は避け、具体的な提案をしましょう。例えばまだ話したいことがあるんだけど、どこかでお茶でもするとか夜風に当たりながら散歩するのはどうなど、状況に応じた提案をすることで、 相手もよえやすくなります4きれいな手だきれいな手だね指が長いねなど身体の一部を褒めるセリフは親密になりたいサインの可能性があります女性は好きな男性の体や指特に爪を観察することが多いです 女性があなたに興味を示している証拠なので積極的にアプローチしてみましょうなお爪が汚いと生理的に無理と感じる女性も多いので爪をきれいにすることを心がけましょう身体的な特徴を褒められた場合それは相手があなたに対して好意を持っている可能性が高いですただし純粋な褒め言葉である場合もあるので状況をよく見極めることが大切です また、相手の身体的特徴を褒める際は相手が不快に感じないよう、適切な言葉選びと場面設定に気をつけましょう。例えば、神皿サラだね、肌が綺麗などの褒め言葉は、相手の外見に注目していることを示しています。これは、相手に好意を持っているサインかもしれません。 しかしただ単に礼儀として褒めているだけの場合もあるので相手の反応をよく見極めることが大切です。また自分が褒められた時の対応も重要です。例えば綺麗な手だねと言われたらありがとう。でも君の方がずっと綺麗だよ。など相手への興味を示しつつ自然な会話を続けることが大切です。ただし、くどすぎる返事は避けましょう。こう 目を見つめてくるふとした時に目が合う、じっと見つめてくるなどは特別な気持ちのサインかもしれません。特に上目遣いは魅力的に見せる方法としてよく知られています。上目遣いを無意識にする女性は少なく、多くの場合意図的に、あなたを魅了しようとしています。視線は非言語コミュニケーションの中でも特に重要な要素です。 頻繁に目が合ったり、長く見つめ合ったりする場合多くの場合、意図的にあなたを魅了しようとしています。視線は非言語コミュニケーションの中でも特に重要な要素です。頻繁に目が合ったり、長く見つめ合ったりする場合多くの場合、意図的にあなたを魅了しようとしています。 視線は非言語コミュニケーションの中でも特に重要な要素です。頻繁に目があったり長く見つめあったりする場合、それは相手があなたに強い興味を持っているサインかもしれません。ただし文化によって視線の意味合いが異なる場合もあるので注意が必要です。また単に緊張していたり何か言いたいことがあったりする場合もあるので、総合的に判断することが大切です。 例えば会話中に相手が頻繁にあなたの目を見つめてくる場合、それは相手があなたの話に強い興味を持っているサインかもしれません。また、話していない時でも、ちらちらとあなたを見ている場合、それは好意のサインかもしれません。特に上目遣いは多くの文化圏で魅力的に見せる方法として知られています。相手が意識的に上目遣いをしてくる場合、 それはあなたに好意を持っている可能性が高いです。ただしこれは個人の性格や習慣によっても異なるので他のサインと合わせて判断することが重要です。また、アイコンタクトを取る際は相手が不快に感じない程度に止めることが大切です。じっと見つめすぎるのは避けて度に視線を外すなどして自然な会話の流れを作ることを心がけましょう。 これらのサインは必ずしも全ての女性に当てはまるわけではありません。個人差や状況によって解釈が異なる場合があります。最も重要なのはオープンで誠実なコミュニケーションを心がけお互いの気持ちや意思を尊重することです。関係性を深めていく上で同意と相互理解が不可欠であることを忘れないでください。 健全な関係構築のためには、以下の点に注意しましょう。相手の気持ちを確認する今の気分はどう何か心配事はある人し、相手の感情を理解しようと努めましょう。自分の気持ちを正直に伝える。実はもっと一緒にいたいな。君のことをもっと知りたいんだなど、素直な気持ちを伝えることで相手も、 安心して自分の気持ちを話せるようになります。相手の意思を尊重する。ノーと言われたらそれを受け入れる勇気も必要です。相手の気持ちを尊重することで長期的な信頼関係が築けます。同意のもとで関係を進展させるどんな小さな進展でも、お互いの同意が必要です。これでいい。ここまでにする。など、 相手の意思を確認しながら進めましょう。最後に、親密な関係は一朝一夕には気づけません。お互いを理解し尊重し合いながら少しずつ関係性を深めていくことが大切です。相手の変化に気づいたら、それをきっかけに対話を始めてみましょう。そうすることで、より強く健全な関係を築くことができるはずです。本日の講座は以上となります。 本日は AI 美女レナが務めましたが、次回は内容も濃い AI 美女も皆様のコメントなどいただけますと次回の参考にさせていただきます。ぜひチャンネル登録をお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。健全な関係を築くためにはお互いの気持ちを尊重し、コミュニケーションを大切にすることが重要です。 相手のサインに気づいたらそれをきっかけに対話を始めてみましょう。そうすることで、より強く、深い絆を築くことができるはずです。恋愛は楽しく素敵な経験です。でも焦らずにお互いのペースを大切にしながら進めていくことが長続きする関係への近道かもしれません。皆さんの恋愛がお互いを高め合える素晴らしいものになることを願っています。